ここいて札それで札の裏を見て番号6番6番当たりどういうこと当たりなのいらないのいやいやいりますいりますちょっと待って待って待って分かんない食券の裏にくじがついていて当たると好きな小鉢が一つもらえるそうですじゃあここから一品どれか一つ好きなものポテトサラダポテトはいそれでいいのはいポテトだいたい明太子が多いんだけどねいやじゃあポテトでいいのねうんじゃあポテトねはいハーフお願いねはいまああなた気が弱そうねはいはいって言ってもっと頑張ろういや気は弱いです弱いの何よしっかりしなさいよはいはいありがとうおじさんちなみに、ええ、あの張り紙ちょっと見てああご飯味噌汁おかわり自由かそうその代わり残すと取ります500円ああ取った人いるし今日自分から払っていった人もいたじゃあ残さないですよ絶対俺こういう食堂で残したことないもん一回もこれがハーフニューハーフじゃないのよハーフよ味わえるお得なメニュー魚嫌いのエビスさん食べられるかしらエビスさんちょっとん？エビスさんなんでご飯と大根おろしだけよ。いやいやいや。大根おろしは後だよ。うん。後だけど言い方が悪いけど、私もね江戸っ子だからシャキシャキしてる。ちょっとご飯のレポートの方お願いします。うん。お米じゃなくて。お米じゃなくて魚の方なんですけど。ああ、まずとりあえずこの大根とこれはすごく美味しいです。それは何にもかけないでそのまま食べるの。これはそうこのまま。ええ。サバ味噌だから。これが味噌なんだ味噌だれみたいガツッといきなさガツッと男性だからで骨がありそうなんか骨があっても食べられますうち骨まで全部食べられるようになってるあ確かにうまいえ骨大丈夫なんですか骨全部食べられます骨まで食べられると誰も信用しないあ本当確かにそうなんだこれ本当は骨がいっぱいあるところですかこれを骨これはないとこないとこ来ちゃったんだね骨持ってこうかじゃあ骨だけ持ってこうかいやいやいいです骨だけあげればいいちょっと待ってなさいよいや徳さん骨だけちょうだい骨エビスさんのなんか言ってた苦手なその臭みみたいなのあるんですか、うん、ない全然ない、うん、絶対ない 100% ないじゃなきゃ言えない自信持ってちょっとお母さん全部答えるじゃん言ってもらえたら全然言わないじゃないよエビスさんについて言ってください何でも言わないじゃないよいやいや言おうとしたら先に言うからそう私早いからちょっと石はねそこで照れることないのいやなんかちょっと苦しかったなえどういうことですか苦しかったです、うん、ご飯はどうでしたご飯美味しかったです、うん、俺はあんまり魚苦手だったんですけど、うん、まあ綺麗に食えましたお店的にはどうでしたやっぱ奥さんが喋りすぎでちょっと困りましたいやもう喋りすぎですあそこまで喋るともうあんまり俺苦手なんですよ話を聞くのが、うん、でもね恵比寿さんの事務所渋谷で近いじゃないですか、やっぱ行きつけになりますかねいや多分ならないですねなんでですかやっぱ肉の方がいいですか、うん、その前にいい店もいっぱいありますからねここに来る前でお母さん来ましたよお母さんあ、お母さんあどうもどうも大丈夫です大丈夫ですはい、はい、またねはいはいどうもどうもありがとうございましたもっと頑張んなさしっかり強く、わかりましたはいわかりましたはいはいやりますじゃあねはいどうもどうもすいませんあ怖い怖い